ダブルスの発表されるときに最後に高橋真希バンって来て、本当に奇跡だなって思いますね。小学生のあの子たちのために地元の奈良県で大会を開催したいです。他の人と組むことも組んで新たな自分を発見することもありますし、あの時に組んだことが結構あったから組んでみたいなって思うこともあるかもしれないので、大会じゃ面白くないと思うので、まあ、ちょっとひねりにひねった大会になったらいいなと思います。